ちょっとこれをベースにしましょうか。だから呼びかけと応答と今循環がもうこれで一応ベースとして入ってるよね。じゃあちょっとこれをいきます。さっち遊びましょ、あとで遊びましょ、あとで赤野くん遊びましょ、あとでケンジくん遊びましょ、あとでね、うん、じゃあちょっとねこれをこういじってみようか。僕もいろいろ考えてきたけど、みんなも途中で、あ、じゃあこうしたら面白くねみたいなところがあったら、ちょっといろいろいじってほしいんだけど。さあ、ち、遊びましょ。あとで。ゆうさん、遊びましょ。あとで。あとで。おー、いいですね。遊びましょ。あとで。ゆうに。遊びましょ。あとで。たっち。遊びましょ。あとで。ケンジ君、遊びましょう。あとで。さあ、遊びましょう。あとで。あ、ちょっと、練習しようか。
してるから。アートではにして、その代わり、あの予備投票は、3歩と1歩にしよう。下がるのは1歩、近づくのは3歩にしてみようか。そうするともう少しこう、もっとこう揺らぐはずだよね。揺らぎが今少ないよね。じゃあ、遊びましょう。アートで、さあ、ち、遊びましょう。アートで、遊びましょう。アートで、高野くん、遊びましょう。アートで、ケンジくん、遊びましょう。アートで、高野くん、遊びましょう。アートで、ゆういくん、遊びましょう。アートで、さっさん、遊びましょう。アートで、まやさきさん、遊びましょう。アートで、ゆうみさん、遊びましょう。アートで、けんじくん、遊びましょう。アートで、やさきさん、遊びましょう。アートで、たかのさん、遊びましょう。アートで、やさきさん、遊びましょう。アートで、みさん、遊びましょう。アートで、かやさきさん、遊びましょう。アートで、さちさん、遊びましょう。アートで、けんじさん、遊びましょう。アートで、じゃあゆうりくん、遊びましょう。アートで、遊びましょう。あとで、サーチさん、遊びましょう。あとで、ケンジ君、遊び
みましょう。あとで。遊びましょう。あとで。好きな人呼びかけてだとどうぞユンさん発語はい